松村厚次は、日本の実業家。株式会社ダイヤモンドダイニング創業者。株式会社 DD ホールディングス、代表取締役社長、グループ CEO。高知県観光特使。高知県出身。日本大学理工学部卒業。大学在籍中に、サイゼリアで4年間アルバイトを経験した中で、飲食業の面白さを体験し、卒業後、 日拓エンタープライズに入社。ディスコの企画、運営に携わり、非日常を学びエンターテインメントに目覚める。1995年に独立。当初から飲食店に興味があったが、資金集めのために、翌年1996年に A&Y ビューティサプライを設立し、都内に日焼けサロンを展開。2001年年間の飲食業に参入し、銀座に1号店。 バンパイアカフェをオープンした。翌年2002年12月に株式会社ダイヤモンドダイニングに社名を変更。2007年3月6日には大阪証券取引所ヘラクレス市場へ上場。2008年1月には外食産業に最も影響を与えた人物として外食産業記者会が表彰する外食アワード二千七を受賞している。同年五月には 日経流通新聞飲食業2007年度ランキングで店舗売上伸び率第1位に選ばれた。都内を中心に店舗を次々と展開し、2010年10月には業界初の100店舗100業態を達成した。その後、M&A によって業態ポートフォリオを広げ、現在はアミューズメント事業やウェリング事業も行っている。2015年、 東京証券取引所市場第一部銘柄に指定され、同年にノンフィクション作家小松なるみの著書熱狂宣言の中で若年性パーキンソン病に罹患していることを公表した。公表後、フジテレビ放送のミスターサンデーは半年間にかけて密着取材。2016年の年初1回目にドキュメンタリーとして放送された。2017年9月より、 持ち株会社体制に移行し、株式会社 DD ホールディングスを設立し、代表取締役社長兼グループ CEO に就任。2018年、ダイヤモンドダイニングゴールデンマジックバグース・ザ・セーリング、ゼットン、商業芸術、SLD などの会社を有し、グループ全体で国内外合わせて約500店舗を展開している。DD ホールディングスの新しい CI ロゴは、 本人の希望により、佐藤柏に依頼、佐藤が手掛けたロゴでは外食業開発となった。2017年、映画プロデューサーを奥山和義が、書籍、熱狂宣言を読んだことがきっかけとなり、松村を来訪。奥山の強い希望により、ドキュメンタリー映画、熱狂宣言が制作されることになった。監督は、奥山が務め、映画は2018年秋より、 東方シネマズ、六本木ヒルズにて上映が決定した。故郷である、高知県の観光特使も務めており、2014年から、継続的によさこい祭りに参加しているほか、企業版ふるさと納税などに協力している。飲食店の業態開発日本一を目指す、ダイヤモンドダイニング。2007年8月20日閲覧。自分は怠けすぎ、恥ずかしくなった、パーキンソン病と戦う。 カリスマ社長の姿に若者から反省の声。2016年1月14日閲覧。ダイヤモンドダイニング100店舗100業態達成。低価格志向にくさびを打つ。2010年10月28日閲覧。ありがとうございます。